してるだけで幸運が舞い込む2024年8月の窓開け開運法。はい、昨日からまた開運法シリーズを続々やっておりますけれども、はい、窓開け開運と、毎月毎月上旬のあたりのどっかで、2時間ほどいつも閉まってる窓をちょっと開けて空気を入れていただくと一月分の幸運を家に舞い込ませるというかですね、取り入れることができるよという開運法でございます。で、まあ、毎月、上旬のあたりって言いましたけども、具体的に8月の場合はですね、6日の、火曜日、ですよね。で、ただ平日ですけど時間帯が夜ですので、はい、19時から21時の2時間と、まあ、午後7時から9時ってやつですね、の、2時間の間、まあ、窓をちょっと開ける、これいつも言ってますけれども、いつももう暑くて開けっぱなしだからその時間も空いてるようではダメなので、19時が来るまでは閉まってるんだ、で19時になったからちょっと開けるんだ、で21時になったから閉めるんだという、その、開け閉めというメリハリのところに大事な意味がありますので、はい、いつもは閉まってるところをちょっとだけ開ける、でちょっとだけっていうのは空気が流通すれば構いませんので、何もこうバカッと全開にする必要はない、開けていただいても何も問題はないんですが、まあ、防犯上とかね、あとその雨が吹き込むということがあるかもしれませんので、まあ、ちょっとの空気が入るぐらいの隙間で結構です、はい、特に窓の方角というのは何もありませんので、北向きの窓であろうが南向きであろうがどちら側でも結構ですし、あと適切な窓がないよっていう場合ね、開けられないよっていう場合にはちょっと玄関を開けてもやっぱり空気が入ってくればいいので、これでももちろん結構です、はい、玄関と窓以外に開けるとこあんまりないよね。そうですね、普通は畳引っ張がしてとか下から空気ってのもちょっとあれだしね。そうですね、もうとんでもないことありますね、はい、とりあえず、まあ、そこは各自工夫なさって、そして、特にお天気とか防犯とかは自己責任でちゃんと考えてやっていただきたいと思います、はい、時間帯はねやりやすいし時9時ですね。そうですね、もうこの時期の夜だったらちょっと空気入れるぐらいいいですよね、うん、皆さんぜひ、やってみてください。先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい。